近代麻雀コラボ記念、麻雀を覚えよう。雀荘の隅です。雀荘の隅が一番いいんだ。フィールドボーナスついてます今僕に。25% のフィールドボーナス、地形効果ついてます。すごいね。声いつもより 25% 張れますか。聞いてないもん、ね、聞いてない。めろ声も出てる。出てる出てる。近代麻雀さん、はい、コラボ企画ということで、はい、なぜかモモロチャンネルが漫画化されるという。ありがたいだね。漫画になる。漫画になる。バツのメディアミックス、近代麻雀、ね、誰が想像しました、このモコロちゃんで始めた頃に。そんなに麻雀感も出してない一回だけでしょ、あったの。僕はもうもちろん覚える、全部、はいそうね、全部知ってますね、めちゃくちゃ好きです。プレゼンしてたもんね、本当に。雀荘でバイトしてたの。雀荘でバイトもしてますし、僕はやっぱあの鍛冶庵の店ということでね、テンションも上がってる。鍛冶庵、鍛冶庵、いやいや、鍛冶庵でしょ。鍛冶庵誰？梶本拓典さん。いやいや誰？フルネーム聞いても分かんない。モンド21の解説と言ったら梶庵。モンドも分かんない。分かんないって言ってもやばい。このまま。そのままね。梶庵のまま。すみません。いや、未来戦支配では選手としても。え、どういうこと？怪物のキャッチフレーズで。未来戦支配。ドラゴンボールの怪物。未来戦支配。僕ら未来戦支配。全然未来戦支配。そう。未来戦支配。未来戦支配のあるあるじゃあ1個だけ言うわ。これでもうみんなピントグラス聞いてみたい。言います。はい。梶田良一、手震えがち。いや、いや。伴奏の人も。一人だけめちゃめちゃ受けた。この場でしか。編集長めっちゃ受けた。一番いいだろうじゃん。伴奏で金馬の編集長に受けてるやつが一番いいだろう。あるあるとして正しいから。ちょっとね、今回も教えていただくということで。麻雀教わるんですね。皆さん麻雀知ってます？マジで知らない。ルールは知ってるけど、点数計算できないから。まあ僕もそうですね、役とか。役がわからない。わかんない。なるほど。私はもうほとんどできなくて、うん、今まで何度もいろんな人に教わっても全く覚えられない、うん、ね、全然知らないんだ。じゃあえ、これでも知っては教えてはもらってんでしょ。これなんで赤いか知ってる？これ傷だからでしょ。傷？血ってこと？血、輪切りにした血管が、え、何を発症もしてできた亀みたいな生物気持ち悪い。気持ち悪い。坊主にしたメデューサの頭でしょ。え、あ、ポーズにし、あ、ヘビ、ヘビの気持ち悪い。入ったか、入ったか。分かんなきゃ未来戦士だ。え、未来戦士？はい。本当に？え、そのポーズ見ないってないじゃん。未来戦士。というわけでね、はい、やっていこうと思いますので、はい、やるぞ。お！近代麻雀の編集の徳能さん。徳能さん、はい、徳能です。お願いします。教えてくれるってことは、うん、いや、わかんないことあったら何でも、何でも聞いて、何でも知ってます。聞けばよ、ね、教えてください。お願いします。はい、お願いします。まずどうすればいいんですか。とりあえず、このボタンを押してください。あ、え、これ？はい。押すか。過ちで押さないように。どうする？せー。おー。騙したな。これをまずいらない。おー。え？ああ、ここから始まるんですか。入れちゃったね。はい。で、この黄色いボタンを押してください。こっちは安全じゃない。あ、じゃあ、嘘はつきません。一斉に押すもんじゃない。あ、間違えた。こっちか。ええ。分かってないじゃん。これそうでしょ。はい、じゃあ。はい。うわぁ！え、さっきのじゃなくない？そう。2個入ってる。なるほど。すぐ次のゲームができる。そうそう。ちょっと見て。ほら、え、もう1枚バレちゃってますよ、これ。これがね、いいね。どういうこと？失敗じゃない、これ。これが1枚。失敗じゃない、これ。バレちゃって。これよく見て。丸出しよ。つまりどういうこと？え、ここに頭があって、ここが肋骨で、ここが骨盤で。骨だと思ってる、これ。骨じゃないんですか？骨6本。骨ね。あー、なるほど。いい線。いい線来てるね。やっぱり骨が6本あると。近いね。骨が6本。近い、近い。どういうこと？ここから本当目離さない。あ、ここにある針があるんですが、それをこうやって開けて開ける。見えないよ。こっちはでもラストラッシュ。見えちゃダメ。おいおいおい。ダメダメ。難しいこれ。じゃあ残地の親番からで。私が親？やってください。東の親。面倒見きれないよ。東の親。やってみ。さあ、これをお願いします。戻す。
怖い。丁寧、丁寧。しちゃダメだ。そりゃそうだ。ミスでこうなってたわけじゃない。あ、違う。範囲の機能をこうしてくれる。なんかね、切ったり取ったりするんだ。まず取るとこか。あ、取るね。どこから取る。まず取るんだ。まず取る。どこから取る。じゃあこれがなんか気になる。あ、違う。ダメなの。これダメなことはなんかわかる。絶対ダメ。相手の手配に触ることでないから触ったらわかるからね。絶対だ。なるほど。え、これじゃあ1個取ればいい。そう、なるほどね。はいはいはい。取ったダナソーのやつ切り合いのね、これを落としちゃう。永遠に続く。僕？違う？あ、私ですね。しっかりしてくださいよ。人が捨てたのも欲しいよ。あ、言う通り。知ってんだろ、お前。お前それ知ってるって。目立とうとしていいから。鋭いね。あるでしょ。ありません。え、嘘。あるでしょ。ありません。鋭い。そんな仕組みがよ。ありません。あ、死のものなんだ、ゴミは。麻雀にエコロジーの精神がないんだ。ありません。捨てたら出っ放し。使い捨て。あります。あ、戻っちゃった。あ、戻っちゃったよ。そう。そうなの。あるね。じゃあ、え、どういうこと？ジョーカー、ジョーカー来た。やばい。革命、革命起こす。何が起きてるの？上がった？テンパった。テンパった？あ、テンパった。何テンパった？ソレさんテンパった。リーチする？リーチする？テンパった、テンパってる。テンパってる。テンパってない。テンパってない。リーチした方がいい。テンパってない。リーチした方がいい。リーチ。あ、僕にリーチだった。目の前の人。何？今僕にリーチした。ふざけない。ふざけない。リーチして。リーチして。リーチをする。リーチ。青い棒を出して。青い棒？これを？ここに。ここにスペースがあるでしょ。あ、はまる？あ、はまった。ほら。え？誰？リーチって言ってる。今みんなが一緒に喋ってる。リーチって。で、ピーチ。捨てたい牌を横向きにしてきる。あーあーいやいや、それもヒントだから。じゃあ、あーあーリーチじゃないやつで切っていいの？さあ、どっちだ？それだ、それか。切ろう、横向きで切ろう。リーチになったことによって制約が終わる。そう、リーチ。これあと、もう一杯来たら上がり、相手が出ても上がれるし。よっしゃー。でも何が来ればいいかわかんないから。上がるってなんだ。どこを目指してるかわかんないんだよ。どこに行きたいんですか。言われた後、これは。あ、え、来た。積もったら積もって。いやいや、ダメよ。もう入れ替えはできない。入れ替えはできない。積もったら積もっていってよ。積もったら積もっていってよ。積もったら積もっていってよ。積もっていっても全部倒してよ。よっしゃー。あ、これ来てるな。これ来てる連合。積もだ。あ、いけー。積も。おお、どう？え、あ、一通じゃん。何？一通じゃん。何が起きてる？リーズも一通ドライチ。すごいよ。リーズも一通ドライチ。すごいよ。リーズも一通ドライチ上がることなんてないよ。ないの？しかもこのね、ガンドラでね。何？ガンドラ？え、ガンドラ？ドラえもんズの中国。ガンドラもそう。ガンドラ。ほら、リーズも一通ドライチなんだから、ほら、払いな。ほら、払って。私が勝ってる。これどう払い？リーズも一通ドライチ払って。何払う？払って。早く払いって。払わないことはない。僕持ってないです。早く払って。出てるから。いくら払う？持ってるの全部だ。よしよしよし。だいたいそんなもん。だいたいそんなもん。わかんない。いただいちゃいました。取られた。ダメだね。そこに持って帰る。持って帰っちゃう。異性のもんだ。どうせ。違う。どうしたら。あ、じゃあ教えてくださいよ。ああ、なるほどね。リーズもいつぐらいって何点なんですか。おいおいおい。ちょっと思ってたけど、ポンコツだな。言う前とは思ってたけど。これ何点なんですか。4000オールです。4000オール。部屋の漫画、4000点花金さん。この4種類の牌を使って、4面図、一ジャンプを作るというのが、麻雀の基本的なルールと。4面図、一ジャンプを。そう。ですね。本当に長田に変えたんですよ。こんなに、こんなにあれすんだったら、もうちょっと固めてくればよかったの。重さ。じゃあ、団地からまた行こう。めっちゃ分かった。じゃあ、これはね、はい。はい。終わって。はい。こいつは確かに。先生じゃん。ありがとうございます。違
言わなかった。ほら、さっき言ったらぬるり最初からあったね。いいのね。言え、何を、ポンって言え、ポンポンできたんだ。ポンってなんすか。ポンするときは交通にするやつや。交通三枚同じ牌あんの、白を見せて2枚見せて、そう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 、あ、そう、お、すげえ。で、そして1枚切る。なるほどね。やる爆弾が今飛ばされました。え？飛ばされたのに。そう。ポンで飛ばされた。ポンで飛ばされたの？最悪じゃん。ポンサイみたいになってます。え？よく見てよ。ちょっとそっちのサイだいぶ敏感じゃねえ。よく見てよ。お？え？ポンできる？ポン。ポンしろ、ポンしろ。ポンじゃない。ポン。ポンじゃないってことは。ハト。これ。心臓の。それを。それを。それを。何？何？行ったれ行ったれ。それを。じゃなどういうことは。チー。チー。どういうことはもう。チー。チー。チーということは。チーとチーってなんだっけ。え？なんだっけ。チーはだから三つ揃った。あいつだ。出た。ロン。ロンはもう完全に全部揃ってる状態だ。どうしたらいいの？うん。見して。じゃあ。何これ。おお、うん、いいじゃん。ああ、じゃあこの赤がドラと同じで割った時に高くなるから。へえ、あ、そういう意味なんだ。赤はだから白ドラドラ赤5800円。うん、また遅れなかった。しかも今ロンだから一人直撃アルバ君の責任を払わない。え、さっき僕ポンで飛ばされて直撃食らってそういうこともある。そういうこともあるの。嫌われてる子も、嫌われてる子もいるんだ。じゃあ、え、何、僕はどうすればいいの。5800円。やば、ありましたよ。それめっちゃ最悪じゃん。今、あの牌、長田が綺麗って言ったの。確かに気をつけた。おい、うちら来るか。あ、確かに、ここで、ここで一人かもさ、恐れさんを囲うやタイプの一人囲まれてるもんな。気をつけた。これもう最初から引きずり込まれてた。もう信じねえ。やけにやっぱ手が早いから。そうやって小銭稼いでる。おもころチャンネル。はい、うん、というわけでね、はい、マージャン教えてもらったというか、まあ、僕が教えましたけど楽しかった、ね、楽しかったでしょ、ね、楽しかった。というわけでね、これをご覧の方もぜひマージャンやってみてください。ね、こちらの様子が、うん、まあ、近代マージャンさんの方で漫画化されるという。これは楽しみですね。おそらく2月か3月か、はい、そこはお確かめください。はい、どっちも買おう。自由に。そうね。ありがとうございました。はい、それでは。治療モードを解除。覚醒まで3、2、1。電脳チャイナパトロールです。皆さんにとってお金は大切ですか？お金はとても大切なものだけど、時として治療時の未読メッセージが2件。よー、久しぶりだな電脳チャイナパトロール。損傷データの修復のために金がいるそうだな。幸いマインドシティには仕事がある。緊急出動だ。クレジットは払う。おまけにキンキンに冷えたビタサイバーもおごるぜ。困った時はお互い様って言うだろう。これはお前にしかできない仕事だ。検討してみてくれ。